今日は8時から配信をしております。こちらを用意しました。君はがー食べようと思います。ちょっとさっきナゲット食べちゃったんで、半分ぐらいのお腹なんですけど、じゃあ食べましょう。じゃあもう準備良いですかね。おお、すごい。こんな感じ。目玉焼きが入っておりますね。とベーコンと。美味しそう。私はいただきます。しますね。いただきます。つまり。全然ソースまでいけてないけど全然うん、美味しいけど、美味しいけど全然ソース全然いけなかった。ベーコンと卵って感じ。ベーコンと卵の白身って感じ。次こそいけそう。おいしい。おいしい。
美味しそうやん。美味しそうやん。危なかった。食べながら笑ってるから危なかったよ。危なかったよ。噛むとこだったから。噛んじゃったら口内炎になるから。ないよ私。撮ってないよ。普通だよ。私まだ10分の1なんだけど。美味しい。美味しいですな。やっぱね、ソースが美味しいんだよな。ソースが美味しいよ。
紙で全然やはりソース。ソースは全てを解決する。ソースを合わさってこんなに美味しいんですよ。しか言ってないけど、美味しいよ。やっぱソースよ。やっぱソース。そうっすよ。そうっすよ。まさかの、いや全然、口じゃなくて口の上、びっくりした。違うわ。違うわ。違うよ。ああ、そんなこと言って。
グッドボタン。すいません、ちょっと髪邪魔です。すいません。よし、ここまで来たぞ。ここまで来た。もうソースないよ。作るわけないじゃん、花に。花に作っていいのは生クリームだけよ。そうだよ。
一個ありません。私は小食なんです。しかも最近は特にね。最近は特に。あとナゲットね。ナゲットはもう食べた。バーベキューだよ確かにストローに見える。ごちそうさまでした。余韻余韻余韻ですな。お腹いっぱいです。皆さんは食べるのが早いですね。私が食べ始めて自分の1頃、皆さんは食べ終わっていました。びっくりしました。月見なら二口だね。え、二口。私が一個食べる頃には皆さんは三個4個。よ。よ。4個。10個は嘘やろ。そんなに、そんなに胃袋が違うのかい。根本から違うのかな。10個いける。
10個ハンバーガー10個はもうファイターじゃない？ファイターの次元じゃない？違うのか。ねえ、ファイターいるの？ここに。大会出るよ。私はもう、いや、頑張っ、2個も頑張ってもいけんかな。今から食べるんですかって、いや、食べ終わりました。始まってすぐ食べたんです。朝食や、この時期はね、あ、本当ですか。月見バーガー食べたよ。でも配信で食べるようになったのが、食べたことなくて、ずっと。でもめっちゃ月見バーガーがめちゃくちゃなんかもう人気で、いろんな人が食べてて、で私も食べてみたいなって思ったけど、その人生初めて食べるのを一人で食べるのもなと思って、配信で食べ始めてから何回か、何年何回か、そうで、そうで、なんかそれが今やもう月見の時期だなって感じがする。グラコロはね、食べたことあるんだよね。うむ。でも私はハンバーガー博士なんですよ。ハンバーガー博士だから、ハンバーガーはめっちゃ食べますね、普段から。そうですよ、ハンバーグ師匠でもあり、ハンバーガー博士なんで。ハンバーグとハンバーガーはめっちゃ食べますね。うん、違いがわかる。やばい、なんか血糖値が上がってきた気がする。はい。
ちょっと目の奥からだんだんぼやけてきたようななんかぼやけてきた気がするぞ。つまり、そうですね。つまり眠い。眠いっていうか、まあ勝手に来るんで眠いっていうよりかは勝手に来るんですよ、睡魔が。眠いはもう自分から寝ようとしてるでしょ。私は、自分から寝ようとはしてないけど、あちらから勝手に睡魔が来るんですよ。ちょっとこれ格言になるかも。これいいかも。でもご飯食べてすぐ横になるの好きなんだよね。配信ではなりませんよ。さすがに。寝ちゃうから、本当に。もう、わからんけど、多分 100% の確率。私はもう 100% の確率で寝ますから。絶対寝る。インスタ見た？コメントしてね。見た？いい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 い。コメント見るよ。寝る前に見る。うん。コメント見てるよ。そうですよ。9月になったので夏服の投稿を急いでしておる。だんだん秋服にシフトしていきますからね。
月はギリギリ夏かもしれんけど、10月は分からんね。食べ過ぎて眠いね。眠くなってくる。冬服は全然買ってないな。もこもことか買ってない。なんかなんだろうね、なんかわかんない。今年私なんか秋服冬服全然買ってない。まだいいかなって思っちゃう。いつもなら予約してるのに。まだ夏服の気分かも。もう気持ちは秋だけどさ、昼間はめちゃくちゃ暑いね。この前昼もわもわしてて、まだもわもわしとるんかって。服はね、買いますよ。私服好きなんですよ。ご飯も好きだけど、服も好き。ご飯はでも何だろう、生きていく上で必要だからさ。そう、断食はしたことない。でも最近昼ご飯食べなかったりするけど、断食なんか日によってばしようと思えばできる日ありそうやけど、なんか絶対食べなきゃって気持ちになるもん。うん、断食はそう、多分水も飲まない。どうなんだろう、水は飲んでんのかな。水を飲んでいいや。確かに
水のマント。命に関わってくるよね。私はしたことないかな。眠くなって完璧に眠くなってきてる私。やばいよ。バレバレ？バレバレでした。なんか。寝ていいよっていうのは、配信したんはってことでしょ。それはやだ。それはやだ。やだよ。言うでよー。でもどうやろう、私は寝てもさ、あれ確かに顔は顔で寝てるのわかるけど、何も私言わん気がする。うん、寝言も言わんし、あの寝る時の呼吸もない。多分違う違う、呼吸はするけど違う違う、呼吸はするけど、あのなんですか皆さん。なんですか皆さん。あのそう、寝たってなったらさ、なんかスーッみたいな。良くない？すーみたいな。うん。私もそういうあるんかな。聞いたことないけど。
私はシーンかもしれん。で寝るときに録音するアプリあるじゃないですか。それで朝起きたら 3,4 個ぐらいあるんですよ。で聞いてみたらなんか何秒とかで、で再生ボタン押したらガサ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 ってガサガサ寝返り打ってるだけ。違う違う、誰かが侵入したとかじゃなくて。そう、寝返りね、私の。私の寝返りだよ。あ、これはなんか寝返り打ってんだなって。そう、分からん。でも私がスピーって言ったら録音されるんかいな。それはそれでスピー やったら別に録音せんのかね。される？スピーも。スピー聞かせません。それでもグオグオやったらどうするよ。私が寝てからみんながスピーを心待ちにしとったらグワーって言ったらどうする。どうする。それはそれでいいの。あ、疲れてるんだなと思う。え、そうなの。意外とそれはそれで、あ、そうそう。え、本当に？また趣がある。そうなの？そうなんですか？なんか広いですね。ゾーンが広いですね。ギャップがいいの。ゾーンが広くてびっくりしました。あ、サヤンだからいいの。あ、そうなんだ。そういうこと？サヤンだから。なんかすごいね。サヤンだから。で、最近よく聞くかも。そうなんや。パワーあー、カエルかね。カ
蛙化流行ってるよね。流行り言葉ですね。蛙化しないのか。もうあんまり聞かない。あ、そうですか。もう違う。もう違うくなった。蛙化っていうのは、もうめっちゃ好きやったけど、なんか一つの言動とか行動とかで急に、うん、好きじゃなくなること。らしい。うん、そうなんです。ね、なんかでも理由があったよね、ちゃんと。それが なんでカエルなのかっていう。確かにね、意味わからんかったらカエルかって急に言われても、え、カエルってなるよね。ね、だけなんかそう、こういうなんか世間的にそうやってなんかすぐこう気持ちが変わってしまうことが多いんだね。うん、確かに。どうなんだろう。確かにね。でもファンはまた違うんじゃない？ファンっていうかはまた違うんじゃないかな。わかんないけど。種類が違うからな。私アイドルめっちゃ前から好きで、今も好きなんですけど、やっぱり巡り巡るもんね。多分人によってこの上げ下げはあるかもしれんけど、好きなもんはずっと好きだったりするしね。カエル化、私カエル化したことないんだよな。カエル化というものをしたことないから、ちょっとあんまり多分どうなんだろう。わかんないな。ないな。いろんな謎とか言動とかが積み重なってきて、でそれが山となった時に急にもういいやって時はあるけど、
瞬ではないかな、一瞬でこう急に変わるとかはないかな。私はチリツモですね。チリがどん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 積み重なっていって、そう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 、もしこう自分が思う謎がこうどんどん増えていったら、その分も増えてるから、これを吹き飛ばすことは結構難しくて、減らすことはできるんだけど急に吹き飛ばすことはできない。そうなんです。めっちゃ大事、日頃の行い、めちゃくちゃ大事だよ。人間の関係、信頼関係、そう、なんかね、そう、なんだろうね、自分を傷つけて、傷つける存在としてこうなんかなるんだろうね、怖いなって。とりあえずもうちょっと痛っ、ちょっとさ筋肉痛が筋肉痛が痛いな。なんだろう、膝の筋肉がなんか痛いな。なんだろう、膝怖くない？なんだろうな、私この前左の膝やったかな、痛めたの。でもそんなライブどうなんだろう、使いすぎたのか筋肉を。うん、関節。でもなんか歩いた時に、なんだっけ、そう、膝からお尻まで全体的にもう固まってるんだよね。明日には治ると思うけど。なんか多分今日もライブとかやったら大丈夫だったんだけど、筋肉を使った後に一回休んだらもう休みモードに入るんだよね、足が。休みますモードに入るから、そうそうそう、多分今日も動いてたら全然大丈夫だったんだけどね。そう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 、体もなんかこうオンオフが分かっとるんや。そう、今は筋肉痛ってことはまたさらに成長するし、この筋肉がまた強くなるし回復するんで。そうだよ、筋肉が増量するぞ。もう太ももがさ、なんかちょっとあれだもんね、筋肉っていうか、なんか浮き出てるんだよね。
最近気づいたけど、こんなんだったっけって、もうアスリートちょっとアスリート、いや全然ムキムキほどではないけどねでも思わないですか、私の足見て。すいません、ちょっと喉が喉が詰まっちゃった。めっちゃ可愛い足、筋肉ついたんや。足って正解わかんないよね。私細い方が好きなんですけどまあ人によって理想あるからね。そう、なんか筋肉がついて細くなる人もおれば、あのすごいがっしりする人もおるらしいね。その骨格っていうか体格じゃない、なんて体質か。私は多分運動せんかったら太くなってく。自分の足好きな時と好きじゃない時ある。なんか時期でね変わる、めちゃくちゃ。へまへん。大きかった。予想より。予想より大きい。まだ。めっちゃ大きいやつ。今は、ちょっと見てないな。昨日どうだったかな。自分の足見てなかった。昨日。上から見てるんじゃあんま分かんないんだよな。あんまり見ないですね。そう、なんかストレッチしなきゃ。でもこのインスタに載せた時のやつはいい感じ。これはいつか忘れたけど、飴一個です。日によってっていうか、気づいたらね変わってんだよね。多分3週間ぐらいで変わりそう。
そう。あ、うん。足はよく確かにいいねって言われるかも。なんかまっすぐらしい。普通に立った時に足がまっすぐ。うん。だけど写真室の時とかもなんかまっすぐ立ってって言われてたような気がする。だんだん忘れてきた。見た？うん、多分。口角下げてはああしたね。口角下げて。下げれませんって。わかんない。口角上げるっていうか、もう笑う時に出ちゃうからもう無理やんみたいな。香水しかない。香水しかないよ。こんなアーシャ、こんなアーシャ嫌ですよ。笑ってはいけない時にする時の顔やん。ダメだ、出てるわ。むずいむずい。出ちゃうもんな。ね、なんでだろうね。なんでダメなん、ダメな、ダメっていうか、結構チャームポイントっていうか、ファンの方とかメンバーからもよくいいところとして言われるよね。でもそこをなくして。私が私じゃなくなるんですけど。まあなんかあったんだろう、理由が。だけど、アーシャなんか今回、ちょっと自分じゃないみたい。良すぎた？良すぎた？え？良すぎ、それはないよ。いや、そうなんよね。だけど、口角消されとうけん。めっちゃ。不自然な笑い方みたいになってるんだよな、今回。でも、なんかのオーバーチュアの時に、Are You Ready でさ、メンバーがこうパッて出てくる映像あるじゃないですか。あの時に、多分まだ口角がある頃の私が映ってて、あっ、ってこれだってなった。そう、この時まだあるって。
てのやつ。そう、別バージョンっていうか、あの修正する前かな、いろいろ。あーってしっくりくるってなったけどね。まあでも今回のアーシャもあの褒めていただけることは結構あったから、まあそんなに不自然ではないんだろう。それは救いですよ。救われますわ。ね、今回室内だったけど、今回室内だったけど、そんなにあれだね、外とそんな変わんなかった気がする。眩しい眩しくない問題は改善されたかもしれんけど、結局メイクかな。メイクで変わるんだよな多分アーシャって。眩しくて目を開けれん問題はぐらいかな。あとはなんだろう、外やったらあんまり緊張感がないかな。風も当たってるし、風が強い日は大変だけど、メイクは多分みんないつも通りのあのアイメイクとかしたらダメだった。確かに、そうそう。アーシャ用メイク、研究生のコロメイクぐらい。次はどうなるかな、次のアーシャ。今9月、でもあのアルバムについてるミニフォトブックみたいなやつのはみんなすごいなんだろう、よくて、こういうアーシャもいいなと思ったけどね。みんな違うポーズ撮って、言うのもいいよね。
アーティスト写真って感じがする。アーティストっぽく。アルバム、うん、新衣装っていうかアルバム衣装っていうか、なんて言えばいいんだろう、新衣装なのかな、今年の衣装。アルバム衣装って呼ばれてる。新衣装、新つけたらさ、もどれがどれかわからんくなるけん。そうなんよね。今年の新衣装どうなるかな。新公演かな。結構毎年夏に新衣装あったんですよ。夏用の衣装って感じ。でも今年もうすぐで夏終わっちゃうからな。新衣装好きなんだよね。衣装どんどん増えていくのよくない？歴史刻んでいく感じでよくない？やきね、歴史刻みたいよね。めっちゃ深くする新衣装の話があったとき。あー、チェックね。確かになかなかなかないね。昔イメージからの衣装だったか。なんだっけあれ、先輩方の衣装のはあるけど、カラフルなやつね。チェックはあれはギンガムチェック。チェックないかも。チェックとかあったっけ。そういえばギンガムチェックはあったけど、チェックはないね。あの、うん、確かに欲しいですね。水色のチェック。ワクワクしとこう。ワクワクしとこう。
水色じゃなかったら白かピンクがいいな。でもオレンジも可愛いかも。赤とか。パッて遠くから見た時にオレンジって結構目立つなと思ったんですよ。ピンクは可愛いって感じ。うん、公演衣装は名前書いてある。油性マジックで書いてあるタグみたいなとこに。刻まれていくんや。高尾って書いてある。なんか昨日夏の好きやこ用心の衣装着たらブカブカで、あれこんなんだったっけと思ったんですけど、自分の衣装だったんですよ。何だったんだろうか。もともとそういう作りなんかもしれんけどね、ちょっと大きめに作って誰か伸ばした配信集何回見てるってありがとう。うん、でも私多分花だれの初日の方が多分痩せてたっていうかちっちゃかったからあんま変わらんと思うけど、今まで気にならんかったけど意外とブカッとブカブカ。ここら辺がめっちゃ余ってあれってこんなんだったかなって、確かにね、動きやすいようにかもね。めっちゃ腕回すし、衣装を洗濯とかせん気がする。あ、ハンガーで伸びた。もともとの生地って感じがするけどね。この洗濯、どうなんだろう。そういうぐるぐるの洗濯はないと思う。今まで気にならんかっただけでずっと余裕あったかも。背中に。クリーニングかな。うん。
衣装ってめちゃくちゃ繊細っていうかすごい大事なものだからね。うん、管理大事。そう、ご飯食べるときに衣装のまま食べないように。どうしても食べるときは上からなんか羽織るか、もうめっちゃ気をつける。食べるときにテーブルの上でどうにかしてって感じ。ね、飛び散る系は怖いね。ダメだよ。私絶対麺とか飛び散らすもん。麺とかは飛び散らす天才かもしれないから。だから、うん、着替えるから私は。そうよ、衣装で食べんと。新衣装期待期待だ。新公演もね、楽しみですね。新公演のことはまだ知らん。うん、どうだろう、ユニット可愛い系。うーん、みんなさんは何系が見たいんかな。うーん、結局は何が一番多いんかいな。
サーヤンとアズミとカナウちゃんでって結構なんかなるほどって感じの好きなのかな。好きなんかな。そう、なかなかに。いけな。いけな感じですね。でも今の感じで見ると結構全部平均的に見たいって感じがしましたね。ね、どのイメージもあるっていうか良いってことか。すごくない？僕たいの時はひまわりを。僕たいひまわり、僕恋、残念少女、花だれ、夏の好きやご用心で、夏のツアーで人は無力と思い知る。だけん確かに全部やってるんだよな。全部やっとうけんかな。で、ルトチャーでタブーの色と、思い出以上。で、チャートリーでウィンブルドンみたいな。全部やってる感じ。均等に、こんなに均等に。博多弁出た？私、今。やっと。しと。しとる。やっとうけん。とう。やっとう、やっとうけん。最高いな。ペンやシアター、シアターやったら何するかな。何やったっけシアター。うん、
いろいろごっちゃになっちゃったんだけど。シアターしたいな。シアターの女神公演できたら泣くかもしれない私。泣くかも。シアターの女神公演もしますって言われたら、うえーって泣くかも。うわって。ありがとうございますって。実際シアターに関しては全部好き。ユニット曲全部嬉しいかも。こんなにユニット曲全部良いことある？すごくない？すごくない？村重さんは嵐の夜には、だから私よくカラオケで歌ってる嵐の夜には。好き。でも1回か2回ぐらいはキャンディーしとったんですよね。私は直接見てないけど、時々なんかこう画像で見て、あ、したんやみたいな、しとったんやって。しげさん何やったんって、え。え？良いなぁ、いいなぁ。夜風やってた気がする。てか HKT さんって全部シャッフル多いですよね。全部してる気がする。うん、来るまで何するかわからんみたいな。そう、 STU はね固定だもんね。まあでも花だれはオリジナル曲っていうのもあったけんね。いやけど僕隊とかをサクリしてよかったなと思うけど、うん。僕隊も良かったね。ユニット全部。僕隊1位になったけんね。投票で。あ、2位なんだっけ？パジャマドライブか。パーティーが始まるよ。
シアターの女神、うわ、同率3位。でも僕の太陽が圧倒的1位。パジャマドライブか。パーティーは研究生みたいなイメージあるもんね。パジャマドライブあんま見たことないんだけど、初日か。あーなるほど、良いですね、良いね。ジメシナ好きですよ。パーティーが始まるよ。いいね、研究生って感じ。制服の目好きですよ。言うよね。ただいま恋愛中も好きだけどね。香川にさえいなくて泣いた。え、そうなんですよ私はもう帰ってきましたね。なんだっけ、最終ベルが鳴る。良いですね。めちゃくちゃ私は HKT さんがやってた公演重視だけど、確かに新公演のアンケートねあったら、まあでもどうだろうね、どうでしょうかねうん。
どうなることやら。喉治った、治った治った。治った治った。楽しみがあるの良いですね。気になる気になる、年末まで楽しみがいっぱいで、皆さんも息ができそうですね。12月は私の誕生日があるからね。クリスマスもあるしね。私今日福フェス出演してなかったんですよ。あっという間だからな、12月まで多分。気づいたら2025年の明けおめしてるの、すごい。あと4ヶ月後だけど、どうなってるかな。どうなってるかな、私たち。私たちどうなってるかな。私次何歳？26歳？
私、あれ私、次26歳27歳26歳か。なんかわからんくなるんだよね。急に。なんか私、1個増やしてしまうんだよね。なんかよくさ、ファンの方からさ、コメントでさ、1個増えとるさ、年を言われるんよ。そしたら、なんかいつも1個増えとんなと思うよって、それでかわからんけど、1個増やしてる自分で。いや、そうね。多分なんかわかんないけど、私が違いますよって言われたいけん増やしとんかなと思って、いつも、読んではなかったんだけど、それは思っとったよね。そうそう、なんで一個増えとんやろうと思いながら。そうそうそう、なんかそう指摘待ちみたいなやつは読まんのよ。あえてね、あえて読むときもあるけど、基本的にそう読まんのよね。そう、罠でしょ、技でしょ、そういう技やろね。でも純粋に間違えた時はちゃんと言うけどね。純粋か純粋じゃないかは分かるから。そうなんや。次、私今25歳か。今25歳、大男。私ももう25歳か。12月で26。若い？若い？ありがとね。ありがとね。ありがとう。私も21で入って加入してから、でもその時から21で入ったから、もうすでにもうなんかもう終わりだじゃないけど、なんかそんな感じだったんですよ。うん、なんかなんだろう、この未来はみたいな、この子の未来はみたいな感じだったんだよね。で、あ、そうなんだと思ってて、私は
すごい言われとったん私ね、最初ね。21歳って、あ、まあ、そっかって。そうなんだって。そうそうそう。思ってたんだけど、今、そう、25になって、21歳の子を見たら、いや、まだ全然全然って。全然全然って思うよ。ほんと。ね。で、それをこの前、愛子と話してた。そうそう、でもね、なんだろうね、年齢、なんかこう普通に自分のファンの方がほんと冗談で、なんか、でもさ、やわなーみたいな。そこだけがなーみたいな。言われていたんですけど、その、最初、初期の頃からね。でも、最近になってもずっとファンでいてくれてて、で、なんでもう5年間経ってもでまだファンでいてくれてるし、でもずっといてくれんよ、さやーなーって。だからなんでそんなこと言うみたいなって言ったら、なんかすぐなんかやめると思ってたみたいな、その遅めに入ったからその分早くやめるって思ってたからって。でも今5年続けてるから、まあよかったねみたいな。そうそうそう。だから、あ、そういう意味もあるのかって思ったよね。でもね、そんな中学生で入ってもすぐ辞める子もおるしね。逆に学生で、学生って結構難しくて、入学卒業続いてくから、そこできっぱり道が分かれるからさ、決断もあるし、結局そこの長さは変わらんけど、まあでもその学生、中学生とか高校生の方がこう、なんだろう、未来感はあるけどね。うん、私は逆に大人になってから加入したから、もうアイドル一本で没入できたっていうか、アイドルという店だけを見て頑張れって来たから、そう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 。そうね。でも逆に、うん、今もそれはそれでこの大人だから推してくれる人もたくさんいらっしゃるし、結果的に、まあ、全部良かったなって思いますね。最初の頃は思ったけどね、なんかちょっと遅かったかなって。
めっちゃ思ったけどね。私昔とか初期の子とか全然ファンの方に気持ちを言えてなくて、何考えてるか分かんなかったんだろうなって思う。なんかこう悩みとかあっても、なんかこう自分の誕生日とかそういう時にしか言わなかったかな。でも今なら多分言える。からいつかのタイミングでその昔のことも昔思ってたこともどっかで言おうかなって思う。うん、私はそうめちゃくちゃうちに秘めてて、うちに秘めることこそがこう自分のに課されたものだって思ってたんですよね。ね、うん、ね、そうなんよ。言葉が少なかったかな。悔しいこととかあっても悔しかったことをあんまり言えなかった。うん、ただ一人で悔しいって泣いて、で涙拭いて配信するみたいな感じだったかな。いつ変わった、いつ言うようになったかな。でも最近かな、ほんと最近かもしれない。ちょっと言うようになったっていうか、うん、こういうとこが悔しくてみたいな、だからこう思ったんですって。PR 舞台らへんの方も全然言えなかったもんだし、そうですよ。そう、なんかちゃんと言わんと、なんだろう、あとあとからその悔しいって思ってたことが、例えば今になって身についたってなっても、自分だけが
あの時嫌だったもんなって思ってる。ファンの方と一緒に喜んだりはあんまりそういう瞬間はない。少ない。うん、そう、気持ちの共有ね、できた方がやっぱいいなーって。うん、なんとなく私の活動を見ててサイヤンはこう思ってるのかなって思ってて感じ取ってくれてて、で今になってあの頃があったからサイヤンは今こうっていうのが感じ取ってくれた方はあるかもしれんけど、私がもっと言葉に出していたらもっとダイレクトに伝わっていたのかなとか思うね。余裕しなかった出来事めっちゃありますよ。でもここでは言えないですね。昔の思うところはめちゃくちゃあった。まあ、でも多分誕生日の時とかはまとめてわって言ってたとは思いますね。1年に1回とか2回あったかな。日記は書いてない。私の日記がメールですよ。プライベートメール。でも日記私小学生の頃書いてた。あ、小学校、中学校とか。小学校、中学校の時に書いてたね。黒歴史や。黒歴史や。内容めっちゃ暗いと思う。めっちゃ暗いという意味でも黒歴史。いやもうねめっちゃ前捨てた。多分中学生の時に捨てた。多分ちょっとそういう暗黒期を抜けて、でなんじゃこりゃと思って捨てたんやと思う。なんじゃこりゃって。高校生からは確か携帯に変わったんだよね。携帯の日記に変わったから
もう、あの、携帯変わるごとに、記録消えて。全然残ってないですね。ウェブほど、日記、なんだっけな、日記っていうアプリ。バックアップとかないやつ。自分の端末にしか残らんやつね。ポエム、いや、ポエム書いてたか。多分なんかわーって自分の思ってること書いて、それが気づいたらポエムっていうか詩みたいになっとったことはあったと思う。そうだよ、ポエム。ポエ、どこまでが詩でどこまでがポエムかわからなくなってきた。ポエムってのは何だか大王ってやつか。何とかだから何とかなんだよ。歌詞か、歌詞何回も書こうとしてなんか違うなってなっての繰り返しよ。言葉が好きなんですよね、多分。表現とか表現力とか。好きですね。言葉はすごいですね。さよごろく。なんかそうブログに書こうとそうしたのだけどもね、そう、でもちゃんと本当に会員さんの中で完結させたいというか、会員さんの奥底に眠るコンテンツにしたいよ。
味噌汁ものうんにしたいから、そうなの。うん、本当に私のことを本当に推してる人なんて言うんだよ本当に見たい人っていうか、にしかちょっと見られたくない、本当に私のセンチメンタルなところというか、真骨頂っていうか、私の心の中なんで、どうしたらいいんだろうね。うん、まあでもそれがファンクラブ、コンチンファンクラブなんだけどね。それが、なんか一回なんだろう、ブログ、私のブログ、コンチンファンクラブのブログがなんかバグで見れるみたいな、会員じゃなくても。それを一回聞いてからどうしようかなって、ブログに書くのはやめようかなみたいなって感じ。分からん。そうなんや。今もバグで見れるんかしら。もし今もバグで見てる方教えてください、私に。どうやって見れるのか。どうやったら見に行けるのか教えてください、私に。こっそり。本当に見れるかどうか、その方法。そう、私もね、そう、見れんかったんよ。どう頑張っても。表ルートしか分かんなくて。そう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 、最初のやつは見れるけどね。もう最後までね。大会しないで。大会はしないで。じゃあ私はそろそろ終わります。やべ、笑っちゃった。あーね、ね、アプリは見れるのよね。アプリのコンテンツはね。見に行くことがね、知りたいよね。そう、え、だってもう
眠たいでしょ眠たくないですか。私は別に眠くないですけど、私は別に眠くないですけど、じゃあファンクラブで話すか。ファンクラブにシフトしようかな。一旦はいショールーム終わろうかな。あ、そうそう、マネージャーさんに言っとこう。ラジオにしよっかな。電話的な感じでみんなと。うん、ファンクラブ配信、え、どんぐらいでやっとうかな。先月は2回した。ファンクラブ簡単に入れる、いや簡単、どうだろう、簡単簡単、登録ですね、アプリで。アプリがいいよ。続きはじゃあラジオで。じゃあ読もうかな。バリーさん、ナオさん、FGV屋さん、マイセンタン、ナナウさん、マッペイさん、ナンバのヒサトさん、マサさん、神戸のヒッキーさん、ファルコンさん、ノブさん、ホタテ様、トシサさん、セイヤンさん、ラクラクさん、オーサムさん、ケイさん、ヒラニーさん、コッペさん、フーちゃん、ミミフィーさん、ユイゾーさん、ミッチーさん、コーチさん、台湾のコウさん、釣り犬さん、ムラさん、マッピーさん、鳥取太郎さん、ユウスケさん、ミツルンさん、フジポンさん、カタムツリさん、マナベーさん、ありがとうございます。ありがとう。よいしょ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 。じゃあシフトするか。配信していいかな。とある事件についてもお話ししましょう、次の配信で。面白いことがあったんですよ。話すちょっと配信では言えん。じゃあ終わりますね。分からん、ラジオ配信でも言っていいか分からんけどね。分からんけど、あ、じゃあ一回アイス取ってくる、でそれから配信します。バイバーイ。